そしたくれたきっと、やべべてもしゃねえべ。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 そんなことかやっと、やっけ、やっべ、やるしかねえべ。そんな記憶あっけ、あっぜ、あっぞ。なんじゃやるしかねえわ、生きる。はい、皆さんこんばんは。カモン雄三の優しい独り言、今夜も始まりました。私、カモン雄三でございます。皆さんよろしくお願いします。ゴールデンウィーク終わりましたね。皆さんどうしてたんですか？まあ僕あんまりブログでも書いてないですけど、まあちょこちょこいろいろね、うろうろしてましたけども、なんかね、今日テンション低いのは、ね、ちょっとね、今日皆さんにお届けしたい映像がありまして、それは昨日もお約束してるので、その編集をやってたんですよ。で、ね、映像ってね、すごく大変なんですよ、見せるまでに。ちょっとまあまあ大してね大きい編集ではないんですけれども、まあ少しは見栄えを良くするということでですね、編集をしまして、そしてそれをエンコードといってですね、一つの映像にこう作り直すという作業があるんですけど、まあ、それをやってましたらですね、ちょっと寝そうになりまして、こうもうじっとパソコンいじれないんでね、いじらずにこう見てるわけですよ。こうタイムラインっていうんですか、こう時間がね進んでいくのをそれ見てたら、なんかものすごい眠くなってきちゃいまして、これから番組だっていうのにね、なんだこのテンションはって自分で思いながらですね、今ちょっと始まる前にテンションガッと上げましてですね、それで今この番組に臨んでるという、そんな状況でございますが、まあゴールデンウィークを明けてね、もう5月病とかって言って、みんななんかもうなんかグダッとした感じがすごくするんですけれども、割と僕は暦通りの休みだったんで、あんまりね休んだ気がしないんですけど、まあそれでもその間にはいろいろですね、ゴールデンウィークならではのですね、ちょっと旅というか、まあどっか行ってこようかなみたいなことで行っては来たんですけども、まあそんなこともありましてですね、今日はメールテーマは、まあ今下にテロップ流れてる通りなんですけど、ゴールデンウィークの思い出ということで、皆さんがね、このゴールデンウィークの間どこ行ってきたんだろうっていうのをぜひ教えていただきたいなと思ってですね、今日はこんなテーマにしました。まあなんか例年通り同じことやってんなと思いますけど、まあ今年の僕の、まあ、ゴールデンウィークなんていう話もですね、この番組始まった後にですね、お話ししようかなと思うんですけども、皆さんね、どうですか、このゴールデンウィークの間に風邪ひきませんでした？みんな僕風邪ひきましてですね、今ちょっと鼻声なの分かりますかね、ちょっと痰が絡んだ状態で僕ずっと喋ってるようなんですけど、これ今日ね、本当ね体調悪い状況で、ちょっとこの間ゴールデンウィーク中もちょっとイベントに参加してきたんですけどね、そしたらもう集まってるみんなが具合悪いみたいな感じでですねこんなんでいいのかと思いながら やりましたけど、まあそんな話もですね、今日はちょっと番組始まったらゆっくりしていこうかと思うので、まあね、相変わらずなゴールデンウィークを過ごしていました、カモン雄三でございます。今日も1時間皆さんね、のんびりと、チャットに参加していただいても結構ですし、そして、メールを送っていただいても結構なので、ぜひね、私と1時間楽しい時間を過ごしていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、そんなわけで今日は、鳥取に行ってきた奈良ケケさんの、からいただいておりますカモン雄三の優しい独り言、オープニングでスタートまたしたいと思いますので、1時間よろしくお願いします。走り出す走り出す、止められないよこのバイブレーション、止めどなく気にもなく、またまた続く My Recreation、過去
はい、ということで、始まりました鴨雄三の優しい独り言。皆さんこんばんは。ちょっと自分でもテンション上げていかないといかんかなと思ってですね、テンション上げていきたいなと思ってるんですけどね、BGM は山脇玲の、ホームホームホーム。今日はね、しっとりとしっぽりとかけていきたいなと思っております。まあまあ、ゴールデンウィーク終わりました。もうこれでね、ほぼ通常通りですよ皆さん。学生にとってはね、もうすぐ夏休みなんていうね気持ちもあるかもしれませんよ。あの5月6月、まあ、7月あるからまだまだかな。次はね、あの夏休みなんて思ってるんじゃないかなと思うんですけど、社会人にとってはそんなに夏休みってね、お盆中のまあ3日4日じゃないですか大体ね。そんなに楽しみでもないんですけど、まあまあ、夏となれば、いろんなイベントがありますので、僕もねちょっと、昨日から実はちょっとテンション高いんですよ。なぜかというとですね、いよいよ、去年も僕行きましたけど、ロックインジャパンフェスというですね、まあ、茨城の、海浜公園の方でですね、開催されているイベントなんですけども、これの、出演アーティストが一挙にダーンと昨日の夜9時にですね公開されました。もうまあもうもちろんプロの、ね、方ばっかりで、すごく楽しみなんですけど、まあ、いろんな事情があって僕、多分、8月の5日かな5日ぐらいしか多分行けないかなと思ってるんですけど、日曜日ですね、チケット取れれば行ってみたいなと思っているところなんですけども、皆さんはねこれ夏に向けてどんなイベントとかね、あるんでしょうか。楽しみなイベントとかあればですね、ぜひね、そんなこんなのもあるよなんていうのを教えていただければ。あとあれだね、栃木県内で行くと、なんだっけ、井頭公園で開催されるベリテンライブですか、それもね9月に開催されるようなことを決定してるようですけども、あれもなんかね、ここだけの情報でお話しちゃうと、何でしたっけ、 JA 農協の通帳とか皆さん持ってる方いますかね。持ってるとですね、なんと今抽選やってるんですよ。ベリテンライブの、入場券、その抽選のね、申し込み用紙っていうのが、農協の受付のところ行くと、申し込み用紙くれるんですよ。でそこに記入して出すと、これがね割と知らない人が多いみたいで、当たる確率高いですからここだけの話にしますけどね、これ録画されてるんですけどね、よかったらですね、農協の通帳とか、給与振込とか、そんなの使ってる方いたらですね、確か、保険とか、そういうのでもいいらしいので、もしいたらですねぜひ利用していただいたらいいかなと思うんですね。夏のちょっとしたイベントにどうでしょうか。去年はね HY とか、かりゆしとか来たのかな、モンパチも来たって言ったかな、モンパチ一昨年だったかな、なんかね栃木なのになぜかちょっと沖縄色強くなってた感じがするんですけどね。まあ今年は僕はちょっとロッキンジャパンを今チェックしてるところで、で本当なら AP バンクフェスというのがですね毎年7月に開催されるんですけど、例年だともう今チケット受付も終わってるぐらいの頃なんですよ。それが今年はまだね発表されていない。これはどうなのかなって今僕はちょっと心配になってるんですけど、あるのかないのかっていうのはね、ずっと毎日のように僕はAP バンクフェスって検索をかけてですね、チェックしてるんですけど、もちろんメルマガも受けてるので来れば分かるはずなんですけどね、なかなか発表にならないので、今年ひょっとしたら夏場また暑くなるらしいじゃないですか。で節電の夏になるという話もあるので、ひょっとしたらそれを考えて
まあ、AP バンクフェスっていうのはもともとその環境を守ろうと、環境を考えたイベントをしようというのがメインなんですけど、まあそういう意味合いからするとね、ちょっと今年の開催は控えるのかな、もしくは7月じゃなく8月とか9月とか少し涼しくなった頃に開催しようとかっていうふうに考えてるのかな、今ちょっと僕の中では少し不安がってるところなんですけどね、ここ2年ほど連続で行ってるのですごく楽しみにしてるイベントなんですけどね、まあそんなね、他人任せのイベントではなく自分たちも作れよと思っているんですけども、なかなかねイベントを作るっていうのはやっぱりすごく難しいことで、まあ、地元密着型のね、我々ナスウェーブとしてはここ那須高原、那須塩原市を中心のイベントを何か、立ち上げられたらいいななんては思っているんですけども、まあなかなかね、毎月開催とか、夏に1回でかいイベントやろうっていうとですね、人員とお金がかかることでございまして、なかなかそれをねやろうと思ってもなかなかその難しいことがたくさんあります。でよく見るとね結構似たようなイベントがやっぱりあちこちであるので、何かちょっとね僕がもしやるんだったらこういうことをやろうじゃないかっていうのも考えてはいるんですよ。でだけど実際ねそれをやろうとするとすごくやっぱり難しいことで、やっぱり簡単な方法からイベントがスタートしてるっていうのはそういうところなのかなとは思うんですけど、まあまあでもちょっとね夏に向けてちょっと皆さんが集まっていただけるようなイベント作れたらいいなと今ちょっと計画中ではございますので、これがもう少し皆さんに報告できるような形になればその時にはお知らせしていきたいなと思っているので、ちょっと楽しみにしててください。まあそういうこともあってですよちょっとだんだん喉がねおかしくなってきましたけども、そろそろ喉がおかしくなってくると1曲かけるタイミングなんですけどね、ちょっと聞いてくださいよ。そういうことをやるためにはですね、割とこの地元の有志の方々を集めなきゃいけなくて、でそういう人たちを納得させるためには結構重要な書類が必要だということもありましてですね、このカモ雄三、今まではパソコンに向かってね映像配信とか編集だとかそんなことばっかりをやってきたんですけども、最近はね Excel とか Word というツールをですねフルに活用しましてですね、ちょっとしたこう僕よりお偉い方々をねどう納得させようかみたいな書類を作ったりすることに最近夜な夜な頑張っておりましてですね、昨日もちょっと急遽ですよ、まあこれはちょっとまた別なイベントのねお手伝いになるんですけども、その中でそのちょっとね面白い企画だから通したいんだけれども、ちゃんとした書類を出してほしいというお話がありまして、昨日一晩ちょっとね夜中3時ぐらいまでやったかな。もうねいろいろあるんですよ、メリットデメリットを考えてくれだとかね、そのデメリットを超えるメリットをちょっと考えてくれとか、そういうのをちょっと自分の中でこう自問自答しながらですね、書類を作ったりしてたらもうあっという間3時とかになってしまうと。まあそんなわけでですね、それに関してもこれがこの企画が通ればその時には皆さんにお話したいなと思ってるんですけど、そういうことを結構ね、日々やってるんですよ。割とイベントねライブあるからライブ来てそこにその日行くだけじゃないんですよ、そのためのなんか前準備みたいなのが結構いろいろありましてですね、結構大変な毎日を今過ごしておりまして、今月もいろいろちょっとね予定が詰まってきててもうなんか何をやっていいのか分かんないんですけど、まあちょっと一つずつ片付けながらですね、やっていきたいと思う今日この頃、もうゴールデンウィークの話をとっくに過ぎてるこのカモ雄三でございますが、皆さんはゴールデンウィークどこ行ってきたんでしょうかそんな話をね今日やろうと思っていながらもう15分が過ぎようとしてるんですね。まあ私まずゴールデンウィークの休みってまあ先週ねちょうど間あって1日の日にね5月1日の日に放送ありましたけど、あの日も仕事をしてまして、でその次の日も仕事だったんですよ。だからねあんまりそのなんだろうなこの放送をやってる限りは毎その日には必ず仕事してるしね、あんまり休んだ気はしないんですけど、まあまあ僕の話ちょっとすると、この番組ではおなじみっていうかこの番組でっていうかもうナスウェブではねもう2年も前からですね2年ぐらい前か蔦屋さんのライブとか入るようになってからもうおなじみのグレイス横浜の歌姫と僕らは勝手に呼んでおりますが、横浜の歌姫グレイスがですね、ゴールデンウィークにすごいイベントをやるからぜひ来てくださいという連絡がありましてですね、もちろん、僕らは横浜から彼女にはね、1円も出さずですね1円も出さずですよ、
グレースはこっちの、那須塩原市であるキャンドルナイトというライブにね、参加しないって言ったらいいですよっていうことで来ていただいたので、もちろん僕もそのね彼女が、一世一代のちょっとイベントやるんで来てくださいというような内容のメールをいただいた時にはこれ行かないわけいかないだろうと思ってですね、チケット即購入ということで、5月の3日、渋谷のですね、キノトというですねライブハウス、だいたいキャパ120ぐらいまで入れんのかなあれな、そんなに広くないライブハウスなんですけど、行ってきました。でライブタイトルがのろしというですね、なんとそのライブはグレースワンマンではないんですけどスリーマンということで、スリーマンのライブをやるというのもね結構皆さんね3組じゃんって言うかもしれませんけど、3組でねそのライブハウスをリハーサルからライブ時間から、撤収までね、借りるといくらかかるんだろうとかね考えると、そこにはじゃあ集客は何人必要なんだとかって、こう最近僕は企画ばかりをやってるのでそういうことがすごく頭の中をぐるぐる巡るんですけども、そういうのを考えるとスリーマンでやるっていうのはねすごく、勝負をかけたライブなんですよ。なので僕はのろしというそのタイトル通りですね、のろしが上がるのかどうかを見に行ってきました。5月の3日のろしというですねライブがグレイス、サムライ、そしてマジックという3組のねアーティストが、出てやったんですけども、まあ割とクラブでやってる人たちなので、DJ を入れてですねオケで歌うようなスタイルが多いのかなと思ったら、マジックっていう人たちはですねなんとイケメンの男性、バイオリン弾きたちを引き連れ、バイオリンだけじゃないけどチェロとかもいたけどね、そんな人たちも引き連れライブやり、グレイスはグレイスでなんかダンサーが後ろにいましたね今回ね、すごかったですね。ダンサー疲れちゃうんじゃないかなと思ったらやっぱり疲れたみたいで途中引き込んだりしてましたけどね、すごいライブでした。まあマジックっていうね女性ボーカルと、まあなんていうのかな、ヒップホップ、DJ 的なねラップ担当みたいな人とかと歌ってるマジックっていう4人組なんかも最初にやりましたけど、やっぱり自分たちの時間終わりの頃にはちょっと感動して泣いてたりとかね、グレイスなんかもう意味わかんないところで泣いてましたけどね、最後は侍がね泣いてる意味がわかんねえって言いながら自分も泣きそうになってるっていう、そんななんかねすごく感動的で盛り上がったイベントだったんですけども、もし気になる方はですね僕の、ブログの方にはアップしてありますんでよかったら覗いてみてください。まあそんな僕のゴールデンウィーク、どんどん僕はこれ喋りながら喉がおかしくなってきてるので、そろそろちょっと一曲送りたいんですけど、これ一曲聴いてる間皆さんねゴールデンウィークの思い出よかったらメールでお送りください。メールの送り方は今流れていってしまいましたが nas_wave@yahoo.co.jp こちらまでメールをお送りください。お待ちしております。それでは一曲聴いていただきましょう。もちろんマロニエ1がね発売になったので、先週はねそのマロニエ1の中から、高福健一くん、ミッチー、そして君島大輔くんのね曲を流しましたけども、今回はそれで流してない、アーティストを今日は紹介したいと思います。福田さんで悔しくないのかよという曲がありますので、これ聴いてください。どうぞ。ちょい昔、いつの間にやらじわじわり膝の上までずぶ濡れさ、にじみ出るとはこのことか、顔や背中や歩き方、脱いだ背広も語るだろ、主人は苦労しています。いえいえそんなことないですよ、だけど本音はそうじゃない、大変でしょうと言ってくれ、こぼれてこぼしてもういっぱい、あああああああ、口は酒の魚じゃね、あああああああ、意味はわかるだろう、
語ってみせろよ。悔しくないのかよ。ダチと飲む昔は明るいやつだった。今じゃ面影まるでなし。不満の数だけ一丁前。何がお前を変えたのか、お前がお前を変えたのか。鏡の前で顔を洗う、そいつはお前じゃなくて俺。意味はわかるだろう。夢の一つも語ってみせろよ。悔しくないのかよ。ほらほら俺たちはどこ向かう。ありがとうございます。はい、聞いていただきました福田さんで悔しくないのかよというですね、曲です。なんて言うんですかね、伝わりますね。もう直できますよね。なんでしょうね。もう福田さんっていうのはもう普段思ってることそのまま曲にしてるのかなって思うんですけど、すごくねこう語りかける曲が多いということでね、熱い人だなっていうイメージはあるんですけど、案外飲んでみるとただの酔っ払いっていうね。面白い人ですけど、福田さん結構ね宇都宮でライブやってますので、チェックしてもらうといいかなと思うんですけど、ちょっと最近ね忙しくなっては来てるっていうことなんですけど、まあ多分ちょこちょこね誘いがあると断らない人なんで参加すると思いますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、まあそんなわけで今日はゴールデンウィークの思い出ということでですね、メールを募集しております。メールの送り方は今から流れてきますけれども、nas_wave@yahoo.co.jp こちらまでですねメールを送りください。早速メールが来ていますので紹介したいと思います。ナナケケさんです。ありがとうございます。こんばんは。本日もダラダラナナケケな、ダラダラなナナケケです。なんかいっぱい並びますねこれ。ゴールデンウィークの思い出は先週もメールさせてもらいましたが、念願の鳥取に行ったことです。なんだか未だに気持ちは鳥取に行ったままのなのですが、ということで、昔は旅行ってあまり好きじゃなかったのですが、最近は旅行行きたいなと思うことがあります。またどこか行きたいなということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、七景さん鳥取まで行ってきましたよね。お土産ありがとうございました。美味しいですね。美味しいですねってこんなところで言うことかっていう感じですけど、僕甘いものはあんまり食べない方ですけど、最近はコーヒーをまた自分で入れたりとかしてですね、最近ちょっと暑くもなってきたんでアイスコーヒーなんかも入れたりするんですけど、すごく合いますねあれはね。ありがとうございます。家族みんなで食べちゃってますけどね。鳥取って僕も何があるかって分かんないですけど、砂丘っていうイメージがねありますけど、行ってみたいですよね。僕も車で去年その AP バンクフェス静岡まで行きましたけど、楽しいですね。僕車の運転嫌いじゃないので、どちらかというと電車が苦手なところもあるので、車が好きで、で車でどこでも行っちゃうんですけど、実はその静岡に向かう途中にね、金津寄るサービスエリアがあるんですよ。ゆいっていう場所があるんですけど、ゆいのサービスエリアっていうのはね、駐車場があんまりないんですよ。縦でみんな止めるんですよ。でそれはなぜかっていうと、海沿いにあるサービスエリアで、もうサービスエリアって言ってももう人はいないんですよ。ほとんどトイレと自販機ぐらいしかない場所なんですけど、そこに止めて
でもうあの夜中に出発して向こうに朝方つ昼近くに着いて、でそれからもうそのままフェスに参加するっていうね、弾丸ツアーみたいな感じで毎年行ってるんで、朝方ねそのユイっていうところに着くんですけど、そのユイから見るね海がねすごく綺麗なんですよ。で晴れてるとなんと富士山もねちょっと山の間に見えたりする場所なんですけどね、どっかにやっぱり旅行行くっていうのはすごくいいもので、でまあうちは実はずっと母子家庭なのでなかなかねその遠くへ家族で行くってことなかったんですけど、最近は毎年のようにですね、お台場あたりには築地あたりにねご飯食べに行ったりとか、そのぐらいはするようになりましてですね、今年もまあちょっと頃合いを見てですね家族旅行なんて行ってみたいなと思うんですけど、ゴールデンウィークって例年僕思うのはどこ行っても混んでて嫌だなっていうイメージがあってですね、いたんですけど、今年はまあそのグレイスのねライブがあって渋谷まで、行きました。で渋谷も実は車で行きましてですね、2つ駅隣のね目黒だっけ、恵比寿の先だね、目黒だったかな、そこに車を止めてですね、まあ車を止めてっていうのはホテルを取ったので、でそこがね車が止められるホテルだったんで、そこで車を止めてですね電車で行きましたけど、眠らない街ですね本当にね、夜中までどこ行ってもお店がやってるという、まあここら辺だとねなかなかねやってる店ここの時間からどこかなカラオケかみたいな感じになっちゃうんですけど、あっちはもうどこでもやってる感じでね。で実はグレイスのライブの後、今回マロニエ1を出しましたビッグベアリッチレコーズのですね代表である川べり君とベリ君とですね、ひとみさんとひとみリリーの2人とですね、飲みに行きまして、大変飲みましたね渋谷であんなに飲むこともなかなかないかなってぐらい飲みまして、僕とベリ君はほとんどずっと何ですか、ハイボールをいただきましてですね、何杯飲んだろうな、最終的にホテルに戻ったらもう横になってそのまま寝ちゃいましたからね、すごく楽しい夜でした。なんていうかな、最近そのさっきのね福田さんの歌じゃないけど口は酒の魚じゃねえっていうか、まあ一番は口がまあ口じゃ愚痴なんだけどね、あれね愚痴は酒の魚じゃねえっていう言う通りですね、夢を語ろうじゃねえかって、酒飲みながら夢を魚にしようじゃねえかって、なんかいい意味だなって思いながらさっきも聞いてたんですけど、その名の通りですね、ビッグベアリッチレコーズやってるそのひとみリリーの2人はすごくその自分たちが売れたいっていう気持ちがもちろん若い頃ずっとあって、でだけど自分たちが売れることよりも周りの人たちがどれだけ知ってもらえるかとか、そういうことをプロデュースしていくっていうのもすごく面白いことだと。でそのプロデュースする側の人間としてどれだけのことができるのか、そしてされる側がどういう気持ちでやってるのかっていうのはすごく最近思うんですっていう話をね、酒を飲みながら本当に話をしてて、いや聞いてよこれミュージシャンのみんなね、ここだけで僕は話をしたいんだけど、マロニエ1っていう CD が出た、でもちろん自分たちが自主出版という形で CD を作った、でそれを売るためには歌を歌うことってもちろんそうなんですよ。で歌を聴いてもらうこともちろんそうなんです。でだけどみんなのステージって例えば20分から30分とかっていう限られた時間の枠の中で歌うわけじゃないですか。だからその中でフルに全部歌を歌う人ももちろんいると思いますし、すごく楽しい話をする人もいると思います。でだけど僕がずっとライブを聴いてて思うことっていうのは、その一曲一曲の思いっていうのは絶対みんな何かを感じながら作ってる曲なんですよね。まあ分かんないですよ、プロの人たちはね売れる曲を作るということがね一つのもうお仕事になってる人もいるとは思うんですけど、今アマチュアで歌ってるみんながやることっていうのはやっぱり自分が伝えたいこと、伝えたい歌詞であったりメロディーであったり、そういうものを多分作ってるはずなんですよ。でそれを歌うために、で歌ってみんなにそれを感動して聴いてもらうためには何が必要かっていうのは気持ちだと思うんです。やっぱりね
その気持ちを MC の中とか、歌の中で、1秒たりとも無駄にできないんじゃないかなって僕は最近そのライブを見ながら思ってるし、お願いしたいことだと思ってるんです。やっぱりね、プロの、ミュージシャン、僕はミスター・チルドレンとか桑田佳祐さんとかすごく好きなんですけど、やっぱり全てもう台本のようにね、自分たちの中でこの曲とこの曲こういう流れ でこの中で俺はこういう MC をやろうと思ってるんだっていうことを必ず決めてやってるっていうのをね、ラジオとかで聞いてると、あ、やっぱりプロってすごいなって思うのはそこなんですよね。今日歌う曲のセットリストできましたっていうんじゃなくて、そのセットリストの中でじゃあ実際ライブ始まったらね、その MC だとか歌ってる気持ちだとか、そういうのがどんなことが伝わってくるのかなっていうのをもう歌う前からシミュレーションしてやっていくってこと、それってすごく重要なことなんじゃないかなって思って、だからそうしたら今日何話そうかって全然考えてきませんでしたっていうセリフは出ないんじゃないかなって僕はちょっと思って、最近ライブをみんなのを聞いています。そういうところでは君っちょなんかはなんかそういうのをすごく考えながらやってるのかなって、よく君っちょのセリフで聞くのは、ああ言おうと思ったことをなんか忘れちゃったや、申し訳ないんだけどとかっていうねセリフよく聞く気がするんですよ。だからそういうことを考えるとやっぱりその気持ちがどれだけあるかで、それに対して自分がどれだけ行動できるかって、これから本当ね、初めてマロニエ1に参加していただいて音楽を形とした皆さん、どういう形でね今後活動していくのかってすごく押し付けがましいかもしれないですけど、ぜひねそのツールを生かしていただければなと思っております。そういうツールになっていけばと思っているのが僕はマロニエシリーズなのかなって、ちょっとねなんか寒いというか暑いこと言いながら聞いてる人は寒いかもしれないですけど、まあそんなことをね実は渋谷でビッグベアリッチレコーズの瞳リリー2人とですね熱く話をしまして、で気づけばもうあっという間の時間でね3時間4時間ぐらいいたかな、3時間ぐらいだったかな、本当にね、酔っ払いながら話をしてきました。まあそんなねいい話をした後では ございますがだんだんこうやって一人で本当に独り言なんですよこの番組ってね、だから独り言喋ってますけども、ここでもう一曲紹介したいんですけど、それは今の話と全く関係なく、昨日の、ベベベベベネルッパで紹介しましたけれども、土地のキットがね、ゴールデンウィーク中、まあもちろんこの話も本当はしようと思ってたんですけど、5月の5日にですね、ハートフェスティバルボリューム8、ボリューム8ということで、ハートブックスツタヤ400号西那須野店、こちらの方でですね、開催しました、ライブが開催されました。佐藤博子さん、ミッチー、メレメレ、君島大輔くん、篠原信義、ラード、そして、まゆさんの7組ということでですね、歌いましたけれども、その中でラードのね、ステージでは、なんと土地のキットっていうね、精霊奉仕、土地のキットっていうのは土地のヒーローでいるんですけども、その土地のキットのテーマ曲をラードが作ったということでですね、初めて初公開ということでですね、ステージ上で歌っていました。それをね今日はね紹介しようと、その話も昨日ベネルッパさんともね約束したので、ここで精霊奉仕土地のキットのテーマということでですね聞いていただきたいと思いますので、ちょっとじっくり聞いてみてください。ラードが作りました精霊奉仕土地のキットのテーマどうぞ。皆さん栃木にヒーローいるの知ってます？クックマンって言うんですけど、そっち来たクックマンの他にもまだもう一人ヒーローいるんですよ。トシノキットっていう。そうなんです。あれもしかして皆さん知ってます？結構いるんですね。知ってます？おお。トシノキットさん知ってる人ちょっと手挙げてもらっていいですか？あ、すごいすごい。トシノキット結構有名だね。あ、トシノキットさん有名なんだ。じゃあね、トシノキットさんを知らないっていうね、人に、なんて言ったらいいのかな、ですね、栃木の平和を、まあ、自然をね、守ってるヒーローっていうのがいるらしいんですよ。そうで、でね、まあ、ローカルヒーローって、まあ、めちゃくちゃかっこいいんだよね。めちゃくちゃかっこいい。でね、言っちゃっていいの？何を？
テーマ曲の話。ちょっといいの？そのね、とちのキッドさんがね、僕たちにね、テーマ曲を作ってくれないかって依頼してくれてですね、とちのキッドのテーマ曲っていうのをね、ラードでやらせてもらったんですよ。うん。はい、拍手。そう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 、パラパラした拍手がいいね。でね、今日ね、初披露しちゃおうかと。そうそう、ちょっとね、ヒーローっぽい、アニメっぽい、うん、曲なんですよね。そうなんですよ。でもラードっぽいっていう。そう、ラードっぽさ、アニメっぽさ。そうそう。だけど、ヒーローっぽさ。これ全部をミックスしてね。そうそうそう。ちょっとね、じゃあ、休憩してもらって。申し訳ないです。すみません。本当、恐れ入ります。じゃあね、今日はそのとちのキッドの、とちのキッドさんのテーマソングの皆さんに聴いてもらおうかと。はい、で、後で感想をね、聞かせてもらおうかと。うん、そしてね、まだ CD になる予定がないのでね。そうですね。うん、もしよかったらね、CD 出してって言ってくださいね。そうね。まあ、ちょっと聞いてみるんじゃん。ね、聞いてみようか、とりあえず。で、ライブでしかね、聴けないからね。うん。じゃあ、ライブ初披露ということで。いいかな？はい。聞いてください、とちのキッドって。
いやヒーロー今日忙しいな。すいません、申し訳ないです。本当に。あ、閉めます。ヒーロー喋るんですよ。皆さん、こんにちは。不思議で活動しております。うちのキトと申します。後ろにいたんですけど、知ってるって言って手を挙げてくださった方結構いらっしゃったんですか。ほとんどしましたね。ほとんど。おお。あっち側は知らないんですけど。あ、なるほど。握手。はい。ですね。はい。一度なんか握手。ですね。はい。じゃあ今からね、栃木さんね、握手をしに行きます。はい。栃木でね。まあ、僕たちも言われたんですけど、絡まれたときは土地のキット呼べばいいって言ってたんで、あ、ちゃんと握手しました。すばらしい。僕は遊園地だったね。よし、いや、ね、無理やり呼んじゃったからね。はい。精霊奉仕土地のキットのテーマ、ラードが歌ってましたけれども、今ね出てきたのが土地のキットなんですよ。何から話していいんだろう。もう少しねたくさん動きをね、用意した方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、それと昨日ベネルパさんが言ってた通り、ちょっと太めのねヒーローだなっていうね、まあそんなね、土地のキットのテーマ曲ができました。ラードが作りましてね、まあこれから多分土地のキットのね、イベントなんかでは流れる、まあ聞けるんじゃないかなと思うんですけども、まあねもう少し動きをたくさん用意して、でまあもしくは曲に合わせた動きっていうのをね、用意して、で喋るヒーローなのであればもう少し悠長なね、トークをしてほしいなと思いながら見ておりましたけれども、まあね土地のキットまあ土地のキットは土地のキットなんですけど、土地のキットのマネージャーみたいなのもね僕知ってますんで、なんかねもう少し頑張ってほしいなと思ってますけどね、まあ精霊奉仕土地のキット、栃木県内でですねいろんなところで活躍しておりますので、よかったら見かけたらですね、あそこで見たよなんていうね声かけていただければ喜ぶんじゃないかなと思うんで、皆さんよかったら覚えておいてください。精霊奉仕土地のキット、ナスウェブのですねリンクのところにもですね土地のキットのホームページ飛べるようになっておりますので、お互いリンクし合ってますのでよかったらチェックしてあげてください。よろしくお願いします。ということで、まあゴールデンウィークの思い出ということで話しておりますけれども、今見ていただいた映像はですね5月の5日、ハートブックス伝え400号西那須野店で開催されましたハートフェスティバルボリューム8ボリューム8ということで、開催されました映像でございます。大変ね盛り上がったライブなんですけども、本当ね、あの時にマロニエ1初めて伝えさんの方で販売させていただいてですね、ご購入いただいた皆さん本当にありがとうございました。メレメレもねシングルっていうかソロのねCD なんかも持ち込んでてですね、それも売れたりとかしてましたけども、まあ各アーティストですねいろんなところで活躍してますので、ぜひねチェックしてみてください。まあそんなわけで僕のゴールデンウィーク最終日あたりはですね何をしてたかっていうか、まあ実はいろいろねやることがあって、6日なんとね、益子町では陶器市このゴールデンウィーク毎年ね開催されてるんですけども失礼しましたね、竜巻がね起きてしまいまして、被害を受けたということで、で実はこの番組でも関わっておりますアイノスのりょうちゃんがですね、益子町出身で、なんと家がですねやっぱりその突風に煽られてですね、被害を受けました。で今日は NHK の取材が来てたなんていうこともねツイッターでは書いておりましたけれどもね、家族みんなとりあえず無事で良かったということで書いてあったのでね、ちょっと心配しましたけどね。あとはちょっとどうなってるのかな、家もまた違うのかなと思うんですけどね、パールなんかも益子町ですからね、家の方どう大丈夫だったのかなってちょっと心配してるんですけどね、本当にこの場を借りてですね被害に遭われた方はお見舞い申し上げますので、震災があった
時もね、あの益子町は結構大きい被害を受けたところに今度この突風ですからね、大変な思いしたんじゃないかなと思うんですけども、まだなんか茨城のね、つくばなんか電気もまだ通ってない、まあもちろん被害を受けたところもね、みんな電柱が倒れたりとかしてるので、なかなかね復旧に時間がかかるんじゃないかなと思うんですけども、まあちょっと真冬とは違うのでね、少しあの楽は楽かもしれませんけど、まあちょっとね、治安も悪いっていう話してました。あの家のね、あのガラスはないし、窓もなくなっちゃってるような家もあるので、あの本当にね気をつけて、ちょっとね、まあこんな放送聞けてないんだろうとは思うんですけども、お見舞い申し上げますので、まあそんなことでですね、暗い話もあれなんですけども、筑波の方には、まあ、僕の友達もいて、でまあ一応メールしたら大丈夫だったっていう話はしてましたけどね、またちょっと遠い場所だったんでなんて言ってたんでね、本当ね、最近日本は本当にあの気候がちょっと変わってきたんじゃないかなと思いますよね。まあここら辺って毎年ね、夏になると夕立がすごいんですけど、それが最近はもうなんかスコールみたいな雨になってきててね、なんか東南アジアの気候と同じになってきてんじゃないかななんて思うんですけど、何気候というか知りませんけど、まあね、ちょっと明日あたりもなんか大荒れになるかもしれないという。かもしれないっていう、なんかあんまり煽りすぎるのもどうなのかなとは思いますけどね、まあちょっと用心に越したことはないので、皆さんも気をつけましょうね。ここら辺ね、那須町っていうか那須高原って実は那須連山があるんで、そこで割と暖かい空気が止まるんですよね。で冷気って上空から入ってくるじゃないですか。だから結構ね、雷だとか強い雨が降りやすい場所なんですよね。だからちょっとね、明日は少し気をつけた方がいいかもしれませんね。こういう時期だから寒気はまだ冷たいのが入ってくるんですけど、南からはすごく暖かい風が入るので、それぶつかるとね、すごい積乱雲が、できやすいので、なんかね、それをなんだ、この間ニュースでスーパーセルって書いてありましたね。なんか僕ドラゴンボールをイメージしてしまったんでね、余計なツイッター書いちゃったりしてね、誰か嫌な思いしたかもしれませんけど、スーパーセルってね、スーパーサイヤ人となんかセルって言いましたよねまあそんな話はどうでもいいんですけど、まあそんなことで、6日は実はちょっとイベントに合わせてですね、ある場所のその通信状況を見に行ったら、そのはもうとんでもない雷に遭いましてですね、その雷のせいではないんですけど、僕がずっとね、このナスウェブ始まってから使ってきたこの、モバイルパソコンがあるんですけど、エイサーの、本当に小さなパソコンの、これすごく役に立ってたんですけど、役に立てたという過去形になってるのはなぜかというのは、お亡くなりになりまして、その日に電波の状況を確認しにね、行きながらで持ってたんですよ。で持っていく前にちょっと充電しようと思って充電して、でその時着いたんですよ。で持ってったらもう着かなくなってたと。あの瞬間が最後だったのかと思うとね、残念でしょうがないんですが、まあ割とパソコンもね、消耗品なので仕方ないかなと思いながらですね、まあ修理にちょっと一応持ってっては見ようと思ってるんですけどね、治るかどうか。そんなこともあって今日 BGM がね、いつもと違う出し方をしてるので、すごく僕忙しくね、機材を動かしてるんですよ、はい。まあそんなこともね、あったゴールデンウィーク、まあ僕は東京に行って、まあ、帰りにちょっとね、初めて行った IKEA というですね、スウェーデン家具とかが置いてあるお店なんですけど、行ってみましたけど、あまりにも人が多いので買い物もそこそこに帰ってきましたけどね。隣のララポートっていうのがあって、三郷ってね、埼玉県なのか、あそこは、三郷のね、ショッピングモールが並んでるところ行ってみたんですけどね、まあすごい人でした。入るまでにも1時間ぐらいかかりましたからね、まあ次行くときはあれかな、平日狙っていった方がいいのかなと思ってるんですけどね、まあそんなこともいい思い出になったかなと、いい思い出なのかな、わかんないですけどね。まあそんなことでちょっとね、時間がないのでもう一曲紹介したいと思います。マロニエ1の中からですね、山吹が参加しておりますけども、その山吹の曲で、もうこのシーズンからはね、終わってしまいましたけども、春にはこの曲はすごくいいんじゃないかなという曲でございます。山吹の曲で桜川、聴いてください。
聞いてください。桜が桜並木毎日ぬるを別れの時が舞い降りて桜並木去りゆく君の背を追いかけ続けるわ。
桜並木毎日に塗るお別れの時が舞い降りて桜並木去りゆく君の世話も見えなくなった聞いていただきました、山吹で桜川というですね、曲でございました。MTR っていうんですね、ああいう打ち込みを持っていって、でそれをかけながら歌うっていうね、 MTR、僕もね、こういうラジオやってて初めて知る機会とかいろいろすごく興味があるので、いいなと思ってね、ああいうのがあると、だからこうね、あのボタン一つでこう曲中、あの番組中流したりもできるわけですよね、いいなと思いながらまああんまり僕が使う機材じゃないのかもしれないですけどね。あとミレミレが、ね、よく使ってるあのループスっていうね、一回弾いた曲、ギターをもう何回も、ループさせながら別な楽器をやってみたりとかね、そういうのも初めてね、こういろんなことみんなやってんだなと思いながらね、勉強させてもらってるんですけどね、まあまあ、そんな僕のね感想はどうでも、山吹で、桜川というですね曲です。名教止水というですね、オリジナルの自主出版 CD も販売しておりますので、義援金にね一部はなるということなので、ぜひね、山吹のライブに行ったらですね、マロニエ1とそして名教止水手に取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。まあそんなわけで今日も1時間ありがとうございました。もう気づけばもう1時間なんですね、早いですね。ゴールデンウィークの思い出ということで今日1時間やってきましたけれども、皆さんもね、いろんなとこ行ったりとかいろんなことしたんじゃないかなと思うんでね、いい思い出に、なったんじゃないかなと思うんですけども、もうゴールデンウィークは終わりましたので、これから日常のね生活に戻って、体壊さないようにしてください、みんなね。僕風邪ひいてますけどね、これからまだ夜は寒く日中は暑くみたいなね、ちょっと体には負担のかかる日々がしばらくは続くかと思いますんでね、気をつけて生活しましょう。まあそんなことで今日のね、カモユーゾの優しい人言ここまでなんですけど、月に一度の番組明日あります。ハッピースマイルは違う、ナチュラルピースですね、マロンのナチュラルピース、それが明日、同じ時間にこのチャンネルで、放送になりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。今言いましたけど、ハッピースマイルは今度からね火曜日じゃなくて、毎月最終金曜日に、移りましたので、金曜日の夜10時にですね、毎月最終金曜日、今月はだから、25日ですね、5月の25日に、遠藤かおりちゃんのハッピースマイル放送になりますので、ぜひそれもチェックしてください。そして、最後に言わなきゃと思ってたんですけども、コロコロトーキングがですね、なんと、先日の日曜日で、とりあえずは最終回ということで、終了しました。この場を借りてコロナ店長、そして、FM コロナに携わった皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ただですよ、店長の方ではですね2というのも、今ちょっと充電して、またやるときには声をかけたいということで言ってましたので、いつか戻ってくるかもしれませんから、皆さんね楽しみにしててください。そして、コロナ、シュラク風コロナはこれからもずっと続いていきますので、よかったら宇都宮ですね、お酒を飲む場所としてどこ行こうかって迷った時には、よかったらシュラク風コロナ行ってみてはいかがじゃないかなと思います。お客がいる限り店開けてると思いますので、ぜひご利用ください。はい、まあ、そんなことで、
あのシュラクフコロナの場所わからないという方はですね、ナスウェブのホームページ、あのリンク先にありますので、ぜひチェックしてみてください。そんなわけで明日の夜10時からは、ナチュラルピース放送になりますから、お楽しみにしててください。はい、そんなわけでですね、次の休みはしばらく6月はあの祝日がないということでね、みんな頑張っていきましょう。はい、7月になればまた夏が来て、いろんなイベントがあると思います。まあ、その間には梅雨もあるのでね、あのジメジメした嫌な空気を頑張って乗り越えていきましょう。はい、まあそんなことで、どんなまとめなんだって感じですけどね、今日も1時間皆さん本当にありがとうございました。私の放送来週もあります。これからは毎週火曜日ありますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。それでは、今日も1時間ありがとうございました。来週またお会いしましょう。この後も起きてる皆さん、素敵な夜を。バイバイ。